で、このそういう意味で遺伝子ってデジタルデータなんですけど、先ほどからそのデジタルとかアナログっていうことを言ってるんですが、もう皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、まあ最初にデジタルとアナログってどういうふうに違うのかっていうことをご簡単に今日は説明してから先に進んでいます。ご存知の方は申し訳ありません。まずデジタルっていうのは離散的で取り留めの値を取ります。さっき ATGC って4種類の文字でした。で、アナログっていうのは連続の値を取ります。我々が昔使っていたカセットテープっていうのはただ声がそのまま入っているので、音は連続的に入っていますが、今のスマホとかいうものはあれを全部記号に直して、記録しているので、デジタル方式です。で、このデジタル方式っていうのは実は非常にこうノイズに強くてですね、後でなんでノイズ強いかってご説明しますけど、例えばこのスマホをですね、今使っている時にまず雑音が入るってことはないと思います。皆さん雑音、スマホ使っててなんかガサガサ音が入ってですね、音がよく聞こえないって経験ないと思うんですよ。だけど、まあ、こちらは年配の方もいらっしゃるので分かると思うんですけど、昔のトランシーバーとかですね、そういうものっていうのはやたら雑音が入ったんですね。いや、運動会とかよくトランシーバー使ったことあると思うんですけど、あれで話すとものすごくノイズがいっぱい入りました。でも今のスマホっていうのはそういうことはないです。突然ブチッと消えて声が聞こえなくなることはあるかもしれないけれども、喋ってる時になんかノイズが入ってですね、よく聞こえないなっていうことはないわけです。で、アナログっていうのは昔のその、トランシーバーみたいなやつで、我々の使っているスマホデジタルなので非常にノイズに強いんですね。だから生命体っていうのはそういう38億年も歴史があるのに、生まれた時から最初からこうノイズがないようなのデジタルの方法を使っていたっていうことですね。で、なんで、この生命体っていうのはこういうアミノ酸っていうのを表現するのにデジタルを使っていたかっていうと、まず簡単にそのデジタル化のプロセスっていうことを僕簡単に説明したいんですけど、昔のデジタルカセットテープっていうのはこれ例えば音のこういう波形だとすると、これをただこう残していたんですけど、デジタルデータの時にはこれをまず数値に直して、この数値をさらに、0と1の符号に直して、記録することをしていました。で、どんな数字でも全部進行になるのは何でかっていう説明はここにあるので簡単にご説明したいんですけど、これはあるとこから取ってきた、二進数と十進数の変換って書くんですけど、今言ったその、波形っていうのは一般的には100とか1000とかそういう数字で表されてるんですけど、それを ATGC って4個の記号で表すにはもっと少ない数で表されていますね。で、一般的に、二進法というのは0と1なので、こういう、0と1で大きな数を表さないといけないんですね。で、これをどうしてるかっていうのはこの説明のビデオなんですけど、例えば1101っていうのをどうやって大きな数だと思うかというと、このやり方では、ここの1を2の、倍倍倍になってるんですけど、1248ですね、ここが1で含ま2で含ま4で含ま8っていう、こう1248162って倍倍の数を作っといて、それを1か0か1で足します。で、今申し上げているこの8で4で2と1なので、こことこことここが1でここが0なので、8と4は足すけどこの2は足さなくって1を足すよっていうことで、この1101っていうこのたった2つの数字で表された文字列をこれを、13と読み替えることができる。で、これ今8で終わってるんですけど、この場合の16、この場合の32、この場合の64って増えていけば、どんな大きな数でもこの1と0と1を、このつなげることで表すことができる。だからさっきの音の波形を、例えばある瞬間13っていう大きさだったねっていうんだったら、それを1101って書いておくと、後からコンピューターがその1101を、変換して音を出すっていうことができます。で、逆にじゃあその13っていう数があったときに、それをどうやって1ずつに戻すっていう話なんですけど、そのさっき答えが分かったら、じゃあこれはコンピューターが13っていう大きさを見つけたら、それをどうやって直すのかっていうと、これは順番に2で割っていけばいいんですね。
まず2で割って6余り1ということは、これはさっきの1に48で言うと1があるってことですね。で、6を2で割って余りがないっていうことは2の桁はないってことですね。で、次4の桁はどうなっているのっていうと、これ 2×2×2 で割って8ですから、8で割った余りが1個だから、これ4は1個あるねと。で、これ1残ったから8っていうことで、こうやって1248っていうかで13を表すためには、順番に2で割ってって余りがあるかどうかだけを比べてってやれば、110し直すことです。で、もちろん生命体は、4種類の数字を使ってるわけですけど、この4つの数字を使うのでどんなデータでも、アナログにで、デジタルデータに戻すということができます。で、このおかげで我々がその音声で、録画していた連続的な波形を全部数字で表すことができるんですね。0